ず自分の DJ スタイルは、うん、何を考えて DJ をしてるかとか、うんうん、そうですね、スタイルとしては割と音数が少なめのテクノハウスを中心に、まあ、かけてます。で、まあ、音源としては結構90年代のものからシンプルなものまで、まあ、分け隔てなくかけられたらなと思ってやってます。で、主にレコードが、中心ですね。何を考えてるか、まあでもとかくちょっとその割とシリアスになりがちなジャンルなので、ただ僕としてはクラブミュージックのいい意味でナンセンスな部分がすごい好きだから、まあ多少の遊び心を入れるようには心がけてます。じゃ続いて、じゃ DJ をしているとき、うん、どういうところが楽しいか、どういう瞬間とかどういうところが楽しい？そうですね、やっぱり DJ ってお客さんありきのものだと思うので、結構そのパーティーの雰囲気とかお客層とかでも受ける受けないはもちろん変わってくるんですけど、それがもうがっちりお客さんとキャッチボールがもうがっちりハマった時とかはものすごい楽しいですね。たまにあるんですけど、本当にそのスポーツでいうゾーンに入るモードみたいな感じで、あ、もう1時間経ったんだみたいな、そういうような DJ プレイの時もあったりするので、そういう時は一番やっててよかったとか楽しいなって思います。続いて、じゃあ今度は音楽制作について、まあ、どうやって作ってるか、例えばインスピレーションをどうやって得てるとか、うんうん、あとは制作の際に気をつけてることとか、譲れないことポリシーなどあれば。はい、どうやって作ってるかに関しては、僕は割と、ハードウェアのドラムマシンとかシンセサイザーとかの機材とパソコンの、DAW、まあ、音楽編集ソフトかな、まあ、エブルトンライブっていうのを使ってるんですけれども、併用してやってます。で、インスピレーションに関してはやっぱり、まあ、いろんな曲聴いたりとか、あとはハードウェアの機材をね触ってる時が一番インスピレーションは安いかなと思います。気をつけてることとかポリシーに関しては、もともと自分は楽器業界に、ね、昼間いたりしたので、その機材とかそういうのが大好きで、古い機材をかなり集めてたりした時期もあったんですけど、なんかレトロなのはすごい好きなんですけど、レトロレトロに走りすぎちゃわないようには今年結構テーマとしてやってます。っていうのは、まあヴィンテージの機材がすごい高騰してるっていうので、ちょっとしらけちゃった部分もあったりとか、まあ、あとは自分がすごい好きだったトラックメーカーとかが、で2021年にわざわざ古い機材を、まあ、安かったらもちろん買って使うのすごいいいと思うんですけど、ものすごい高い値段払って買って使うかって思ったら多分そうでもないな、いろいろ工夫して最新のソフトウェアとか使っていろいろ工夫するだろうなって考えた時には、いいとこ取りできるように、まあ、最新の技術も使いつつ古き良きものも使いつつハイブリッドな感じでできればなと思ってます。で、最後に、あなたにとってウームってどんなクラブですか？ウーム、やっぱりそうですね、まずもう入った時に大型クラブに来たっていう感覚がすごいあるクラブさんですね。天井もすごい高いし、なかなか今の東京で、ね、なかなか珍しい存在なんじゃないかなと思ってます。あとはいろんなお客さん、多種多様なお客さんが集まるところだなっていうのはすごくあります。っていうのも、もうもちろん音楽すごい聴きに来てくれる人とか、仲間で騒ぎたい人とか、まあ、飲みに来たりとかしてる人、パーティーがそもそも好きな人とか、いろんな層が集まったり、もう今はちょっと厳しいかもしれないですけど、外国の方とかもねすごいいて、自分がクラブ行き始めた頃のある種憧れのいい意味での雑多感っていうのがすごいあるクラブだなと思います。